スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井ひろあきの ひとひとばらしはい、ということで今日はモデルでキャスターの伊藤あずさんで笑うの<笑><笑>伊藤あずさんにお越しいただきまして、はい、よろしくお願いします伊藤あずと申しますよろしくお願いいたします,いしますということで伊藤あずさんはモデルはいなんですよねでした。でした まあ今後もねそういう活動もされると思いますし、はい、なんと今度 BS11 の山口良之先生とやっている中小企業ビジネスジャーナルの方にもキャスターとしてご登場いただくということで今日はその辺りのお話もお伺いながらいろいろとですねイギリス在住のお話とかも含めてお話いただければと思いますのでよろしくお願いします。あなたなたら どの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいから「ブラッシュアップ学び」 桜井ひろあきの一人バナシ。はい、じゃあ一番最初にお聞きしたいのは、はい、そのモデルの世界なんですけど、はい、やっぱり我々の世界からはほど遠い世界じゃないですか。はい、いやいやいやそん,そんなことない。何をしちゃいますよ。<laughs> いや本当に、うん、あの誰でもが可能性のある世界というか、<laughs> 今なんて特に。 インスタグラムがもう主流になってきてきインスタグラマーさんがもう芸能人を超えて活躍している時代なので知名度的にも若い子たちはインスタグラマーの方がよくしてたりとかねユーチューバーの方がよくしてたりとか稼ぎも多かったりとか,、うん、そ,っかそういう意味ではそでそかテレビに出るだけじゃなくてうん、うん、いろんな媒体に出る人も含めて。うん 世の中に出れるってチャンスがあると。そうですね。でも伊藤さんの場合は本家本流のいわゆるモデルじゃないですか。<laughs> CM とか媒体とかに出る。<laughs> もう本当に大それた仕事。なんで？だって僕あれ、はい、あれ多分なん記憶に残ってますよ。あのなんかなんだっけ、甘露じゃなくてなんだっけ。甘露じゃなくてなんかゼリーのやつ。<laughs> あ、折ひろです。あ、折ひろ。うん、<laughs> ゼリーの CM。はい、ゼリーの CM。<laughs> そうですね。あれに出られたりとか。そうですね。ね、あれもどれぐらい前ですか。 あれはもう四五年前ですね。そうですか。はい。ああいうのはどうやって話がクライアントさんから来るんですか。こう写真とか潜在写真とかそういうので決められる。あそうですそうです。あの,あの事務所が、うん、あのすべてポートフォリオって言ってはい、はい、私の情報写真から。 あの生年月日、身長、体重みたいなの載っているプロフィール、うん、それをもう配っていただいていて、うんうん、オーディションにまず呼んでいただくんですね。はあ、オーディションなんだ、はいそなん。そのオーディションはいつあるのか分からなくて、うん、まあ本当に今突然明日の何時です。ここに行ってくださいっていう感じで、うん、もう毎日毎日オーディションが <laughs> 続くっていう<あ>、ね、そういう世界なんですね。そうです,うです多いとどれぐらい、月に何回ぐらいなんですか？ 多いと十回とか本当にありますね。勝率どれぐらいなの？<や> <laughs> もう本当に多分今まで百回ぐらいは百回以上かな受けてきてるので、うん、勝率。 まあ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 そうですねごくわずかってことですまあだってそれは相性とかそういうのもあるし商品のイメージとかはいさっきおっしゃったポートフォリオっていうのははいそれが全てじゃないですかある意味だってそうですそうですそれはカメラマンさんとかがじゃあ事務所から紹介されてきてその人に撮ってもらってはい例えばさんさんのイメージでどっかで撮影するわけですか あそうですね私の場合はもう事務所が、うん、あの所属をされているカメラマンさんがいてうん、うん、その方に撮っていただいてうん、うん、っていう、まあ、なんていうんですかね万人受けしやすい写真といいますかやっぱそそううういいのがある、ね、<laughs> はい、そうですできるだけこう白のイメージがつきにくい白の服を着てまあ髪はサラサラでじゃないですけど <laughs>、まあ、サラサラの方がやっぱり。 あのシャンプーだったりとかそういう CM が取りやすかったりだとか CM は特にあの清潔感が大事なので、うん、そういう面であのをいたただくことは多かったですねそういう意味では清潔感のある <laughs> モデルとして。<laughs> <laughs> ししという感じでやっていただいてましたしし。やっぱりあるんですね、そういう一人一人のイメージ。はい、あ、そうですそうです、あると思います。ちなみに何かキャッチフレーズとかあったんですか？キャッチフレーズはなかったです、うん、残念ながら。ないんだ。はい、欲しかったですね。つけていただきたい、ぜひ。ね <laughs>、はい、でそれで行って、実際のオーディションというのは何やんですか？ オーディションは。セリフとか特にないわけでしょあ、でもコマーシャルの CM とかは。コマーシャルだったりとかは、もう,うん、うん、あの。四コマ漫画になっている。もう。絵コンテ。みたいな絵コンテが、はい、置いてあるので、うんうん、その通りに。やったりだとか。が多いですかねうん、うん。そういう時のなんか。コツみたいなのがあるんです。はい、こう、自分で意識してたこととか。なんかこう。あの、これが本当に不思議なもので、うん、自分がもうダメだったって思う。 オーディションほど受かってたりするんです。へえ。うまくできなかったりとか。そうですそうですそうです。えなんでなんだろう。うまくできたっていうのはこれなんか出ちゃうのかな。私できたわみたいな。多分やっぱり気を張ってたりとか、こう格好つけてたりとかするとよくないんでしょうね。なんか見えちゃうのかなとは思いまこうあけつけて見えちゃうというか。はい。それはわかる。わかります。私とか。 あと山口教授ともよくお話しするんだけど、はい、最初の仕事でね結構失敗するす、ね、初仕事初登板は、はい、山口先生と共通項って言ったら先生には失礼なんですけど、はい、あの初仕事外すんだよねってもしかしたら山口先生は僕に合わせてくれてそうおっしゃったのかもしれないけど気負っちゃうからやっぱりうん、うん、気合いが入りすぎて失敗する。 例えば先生がおっしゃってたのは最初の授業の時に先生ね気合入りすぎてなんかね寝ちゃったなってで電話かかってきてりんりんってなって携帯ない時代じゃんほいで出たら先生どうしたんですか今日授業ですよって言って気合入れすぎて控室で寝ちゃってたのってすごいですね僕は気合入りすぎて日にちを間違えたもう緊張しすぎてええ なんかそんな風に見えないですいやいやいやいつもリラックス緊張してなさそうに見えるってことね見えます見えます緊張しなさそうな顔してるもんねするんですよ実はそうですかこう見えてもいやいやいやでモデルをしながらもよしって言って海外に行かれるそれも英国ですよねそうですねなんでまたイギリスなんですかえっとまあ高校生の時にオーストラリアに少しホームスで留学をし ででそこですごくあの海外に興味を持つようになってその後大学生になってからあのハリーポッターが流行ったんですよねそれで第もう一作目あれを見た時にすっごい感動したんですこんなえ映画あ映画です映画ですこんな世界があるんだみたいな風に思ってでそしたら私の母の友人の 娘さんがちょうど、うん、あのイギリスに留学されてた高校に行ってたのかな、うん、みたいでであ,のあずちゃんそんなにイギリスが好きなハリー・ポッターの世界が好きなら、うん、オックスフォードっていうところが、はい、本当にそのまんまもうあの映画の世界のまんまみたいだよっていうことを母が教えてくれたんですよね。うん、それであここんんなととろがあるんだと思って、うん オックスフォードに行こうって決めました。<ー>はい。ハリーポッターのあの世界が <laughs> そ,うそうなんです。うん、<ー>なんかすごいハマったんですよね私に。うんうん、あの俳優がどうとかじゃなくて世界がもう世界観ですね。なんかあのちょっとちょっと不気味じゃないですか。うん、でもなんかファンファンタジックな感じで、うん、すっごいなんか魅力を感じて、うん、あんな場所があるなら行きたいって思ったのが。 あのきっかけなんですけど、オックスフォードにいましたというと、大抵みんなえすごいね、オックスフォード大学に行ってたのみたいなふうに言われるんですけど、全然あのオックスフォードという地に行ったっいうあの語学学校に、俺もちょっと思ったよ。本当ですか？オックスフォード大学の話？違う。の場所に、そうなんです。場所にそうなんです。何年間ぐらい？あ、もう全然それも2ヶ月とか短い。 あの大学の夏休みを利用して,用して、うん、行ったんですけど、うん、その時にやっぱり、まあ、イギリスが大好きになったんですよね、うんまあ、アートだったりとか、うん、インテリアだったりだとかがすごく好きで,、うん、で建物もう街の風景がすごく好きで、うん、また行きたいなって思ったのと、うん、あとやっぱり英語を学びに行ったんですけど、うん、私結構長いんですよね英語を学んでるのは小学校2年生の時から。えー そうなんですご両親がすごいね、そ,<う>それはね。そうなんですかね、うん、まあでもあの、普通の本当に近所にある会話学校に、うん、あの行きたいって言って、うん、行かせてもらってたんですけどすごいなんかそろ前言ってることれの <laughs> で,すでも、全然、なんていうんですかね外国人のように話せない自分にずっと、こうなんだかなっていう。 トラウマじゃないトラウマじゃないですけど、うん、なんかそういうのがあって、うん、で、実際留学してもやっぱり日本人の人と絡んでしまったりだとか、うん、本当の英語から逃げてしまう自分がいてうん、うん、でそのオックスフォードの経験は楽しかったんですけど、うん、何も身になってないなって思っっててい思たんですよね。えー、どういうこともう英語がなんかあのん深い話ができるまで英会話ができない。 表面的には話はできるけど本当は言いたいことが言えなかったり聞けなかったりそうですねそれに逃げてしまう自分がいたりだとかしてその分いやいやんか悔しいと思ってでもやっぱり留学って結構お金もかかるしなかなか簡単に行けるものじゃないじゃないですか。なのでずっとともう一度 留学したいなイギリスに行きたいなーってずーっと思いながら、うん、よしでも 30, までには30歳までには絶対長期でもう一回留学行こうって決めてたんですよ。でそれで、うん、まあ芸能活動をずっとしてたんですけどうん、うん、こうなんかアウトプットする仕事じゃないですか。うん、だけどなかな,か,なんかインプットできるものが日本にも。 まあその時の私はなかったしああ、大学卒業したらもうモデルが専業だっあ、あそうですそうですはいずっとあのみんながね就職活動している中せずにあのまあそのままれもいいね、<仕事> <laughs> <事>私はモデルで生きていくみたいな <laughs>、ね、全然生きていけてなかったんですけど <laughs> もう本当にアルバイトしながら、うん、もうもうアルバイトオーディションアルバイトオーディションっていうずっとその生活を送ってたんですけどそれでまあ。 あ、そそうですね。うん、そのモデルのお仕事最後に、うん、そのもう辞め,めて私はイギリスに行きたいですっていう話を事務所にする時にしていた仕事がマラソンのの仕事をしてたんですよね。ああ、そうですランナーズもやらせていただきましたし、うん、あの某有名なマッチョの人が絶対見る雑誌とか、うん、そういう結構<ー>あのスポーツモデルみたいなジャンルとかもやらせていただいて。うん それであの東京ガールズコレクション東京ガールズコレクションがあの作る「東京ガールズラン」っていうランニングチームモデルさんを集めてチームを作ってうん、うん、1>, で1年間かけてやる企画に参加させていただいて。 へえそれはじゃあの走れなかった人がだんだん練習して走れるようになるとかそんな感じ。このルルマラソンを目指そうっていうゴールはホノルルマラソンでサブフォーを目指そうっていう企画だったんですけどそれでサブとは三時間を切るってこと。四時間を切る。四時間。三時間台ね。そうですそうですそうです。そうなんですそれを目指してやってたんですねそれでまあ。 あのホノルルマラソン無事完走しまして、サブフォーはあのできなかったんですけど。でもそれを走ったときに。本当になか何でもできる気が。するくらい達成感に満ち溢れて。いい仕事だそれ。そうですね。本当にあの貴重な体験でした。ぜひあのお勧め。僕にマラソン。はい。フルマラソンです。ええ、何度もやろうとして。あ、本当ですか。靴は買う、ジャージは買う。 であとはこれで何フルマラソン走れるっていう本も買う。あ本当ですか。できるイメージすごいできてんだけどやらない。これがくださね。ってください。得意ですか走るのは。好きというか好きですか。うんまあ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 けど、ほらもうだって今年五十四だから。あ本当ですか。膝が膝痛くなったり腰痛くなったりし始めるとなんか。 うんなんかやるとどっかが痛くなるから相当メンテしながらやんなきゃいけないとねちょっとねそうですね、うん、でもホノルールマラソンは、うん、あの時間関係ないので本当に八十何歳のおばあちゃんとかが走ったりすするんですよ、うん、本当楽しそうだよお祭りみたいだよね沿道 <laughs> の人からバナナもらったとかね、うん、そうですもう花火がどんどか上がってそうですもうスタートするんですけど、うん、すごい。 もうおすすめですマジですか、はい、じゃあいちょっとこの場で宣言しちゃおうかなと思いつつ <laughs> <ー>その手には乗らずにちょっと一旦 CM を入れて <laughs>、はい、ぜひ後半にさらにその英国の話も含めて、はいはい、そうですね。ちょっと話ずれちゃって言えんな <laughs> ことないありがとうございますありがとうございます発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業とともに守りたい 日本経済の担い手技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援しますパワーオブイマジネーション方針国際特許事務所大社根拠やばいこのままじゃ納期に間に合わないよ社長どうしましょうそういうことは部長に聞いてくれたまえ。 部長僕は忙しいんだ君がなんとかしろはい五条でございますお客様何にお困りですかはあ五条に電話してよかった私たちは台車を売りませんお客様のお悩みを解決するのが仕事です台車や五条桜井ひろあきのひとひと話 はいといととうことで、はい、ホノルールマラソンを進められましたけど、はい、まあそれはちょっとチャレンジは <laughs> 宣言はちょっと置いといて <laughs> 自分で何回かチャレンジしてるんだけどやっぱりね、はいけてはいないんですよ。とか言われて「<ー>おしじゃあ10月だろ。<laughs> 11月か12月のあの辺りですか随分スケジュール見て空いてるからやろうとか言ったことも何回かあるんですけど挫折してます実はでもすごい体験だったんですねそれはねさらに勇気づけられちゃって何でもできるぞと思ってそれでイギリスのワーキングのビザをワーキングホリデーのビザを獲得して行くことができたんですけどまだ。 しかもあの抽選なんですよね。イギリスのワーホリは。そうなんですか。そうなんです。1000人しか行けなくて、うん、もう10倍とか20倍とか言われてるんですけど、うん、そのチケットを獲得できたので、うん、はい、行ったんですね。なるほど。2年間とか 2>、はい。2年間です。2年間のビザです、はあ、モデルの仕事のでも事務所は相当反対というか。<laughs> そうですね。ねもうでもあの。 決めたんです。熱意を決めててはい行ってきますとそうです。でもすべてやめてはい。それ僕はあのワーキングホリデーについてもあんまり造詣がないんですけど。本当ですか。それは仕事先を決めるのが先なんですか。その資格を得るのが先なんですか。取っちあそのビザを取得するのが先です。あビザを取った後に取った後にあの家だったりとか仕事だったりだとかで仕事をしない方ももちろんいます。 はい、それだけの貯蓄を持ってイギリスに行けばうん、うん、あそれででもいいんですかあ全然いいです、ヨーロッパをあの各国を全部回るっていうふうに決めてそのビザを取っている方とかもいるので何でもいいんです、<ー>働,けるし働いてもいいし働かなくてもいいしというとにかくイギリスに2年間滞在できるっていう。うんうん ビザですね。で、伊藤あささんはどうしたんですか。私は最初は少しあの英語の勉強、でも2ヶ月とかなんですけど、あの語学学校にもう一度行って勉強して、その後はもう働くって決めてたんですね。それでもう本当にお金も少ししか持っていかなかったんですよ。もうあえて。まあなかったっていうのもあるんですけど、本当にもうアルバイトとモデルの生活だったのでなかったっていうのもあるんですけど。 あのもう働かなきゃ絶対にいられない状況で行ったんですけど本当にあの大変でしたねイギリスでの就職活動就就活活が職動まあ家を探すことからすべてなんですけど本当に大変でしたあのその時ちょうど元からだと思うんですけどまあイタリアだったりとかギリシャだったりとかがすごく経済が悪くなって。 はい、その頃で本当にイタリア人とかスペイン人とかあの、うん、いろんなヨーロピアンがロンドンに降りてきていてうん、うん、みんな仕事を探してるんですよね。で日本から来てお前なんかに仕事取られてたまるかみたいな。<笑><笑>そうですね。うん、で彼らはもうビザがあるので、うん、無期限で働けるわけじゃないですか。うん、その人と比較されたりして。うんうん、そうですそうです。うん、でやっぱりアジア人っていうのもまだまだあるのでそういう中で。 CB って言って自分の履歴書を持って30個ぐらいですかねまあ歩いて回りましたもう気になる自分の行きたいところにはでも行きたいところに行こうとそうですね最初,は最初はそのつもりでまああのファッションが好きだったのでファッションのイギリスのファッションの会社に行ったりとかして。 もうすごい有名なビビアンさんとかも行きましたし<ー>3回ぐらい行きましたね<ー> <laughs> <で>いろんな職種とか仕事を分けて最初はもうファッションばっかり見てたんですけども、うん、全然だめでうん、うん、全然もう返事もくれないんですよね、はい、渡しとくよっていう感じで。 レストランとかそういうところに行くこといろいろ皿洗い皿洗いまでは行かないけどなかったですけどウェイトレスはやりましたアルバイトみたいな形やりましただって日本で散々って言ってたら必要だけどオーディションを受ける慣れをしてるにもかかわらず英国が大変だったってうんだから相当その就職活動大変だったんですねすねでも最後はでもあれですよね ちゃんとお勤め先を見つけられて。そうですね。すごい、まあ、運も良かったんですけど。あの、まあ、某有名なイギリスの、あの、インテリアとファッションの。会社誰もが知っている。独特の柄の。そうですね。はい。皆さん思い浮かべたの、その通りみたいな。そうですね。そうです。そこで、あの、ちょうど出産される日本人の方。えっと、まあ。 日本語が出てこなくなっちゃう。英語でなんなら言っていただいけ。全然そんなんじゃないんですけど。あの、マタニティリーブって言って。あの、サンキューのカバーですね。を、あの、探していたので、そこにちょうど私のビザもぴったり。はまって、そこで、あの、仕事をさせていただけることになった。え、何してたんですか?。そこは、あの、フランチャイズの部署だったので。あの、世界。 各国にあるあのそのブランドのお店の方々と、うん、あのコンタクトを取って、うん、あの物流をしたりだったりとか、うん、あと本社がすごく大きかったので、はい、本社の中であのファッションだったり洋服のあの展示会とかをやるんですよね。うん、でその時に毎回世界中からあのバイヤーさんたちが集まってきて、うん、あの。 お洋服をつけるっていうふうだったのでそのよ準備だったりだとか一緒に回ったりだとかしてましたしはは、うん、あと日本人が一人私だけだったので、うん、日本からの仕事はもう何でも、うん、まあ全て本市場そうですね当時は第二位だったので素晴らしいででも本当に <laughs> 23回は泣きましたね会社で <laughs>。 つらすぎて英語で仕事をするっていうことをしたことがなかったですしちゃんと OL っていうことをしたことがなかったのでああそっか OL 初めてだそうですそうです初めての OL でしたそっかはいなのでいや会社もすごいねそういう意味ではねすごいと思います本当に度胸あるというかそうですねそういうところがやっぱり日本とは全然違うと思います CB って履歴書もなんですけどなんか多分ラテン語かなんかから来てるアメリカだとレジュメっていうんですよねなんですけどあのなんだっけコースオブライフとかっていう意味なんです英語だと。であの自分の人生の道,道筋みたいな意味なんですよ。いい言葉だ 自分のもう名前とか宣伝紙はすごく小さくて、最初にこの一ページ目に自分がこれまで何をしてきたかっていうことを書くんですよ。はい。で、その次のページに年数をこう書書いて、この月年に何をしていたっていうあの仕事内容を書くんですけど、もう私はどこどこの会社にいて何々の資格を持っていてってことはないので、はい。もう全部あのありのまま自分はこういう。 仕事ををししててききたたっいうこと書まねインタビューの時もそのお話をしましたありのままでこう出してそうですそしたらすごくんか笑ってくださってインタビューの方がすごい楽しそうにしてくださって撮ってだいたというねだからそういういわゆるビジネスパーソンとしてのスキルとか経験よりかはあずさんのアズさんのやっぱりこうんてのキャラクターというか人柄というか。 そういったところに共感された企業文化とちょうどマッチしたっていう。そうですね、うん。感じなんでしょうね。<laughs> はい、素晴らしい。で,ね、で。あの今はでもね、育児もされて、うん。そうですね。はい。働くね、女性という感じでいいんだと思うんですけど。今後はどういう働き方をこうしていきたいんですか。BS エスイレブンのね、ねキャスターも控えてますよ、ね。それこそ本当に、うん、あのビーのお話をいただいた時に。うん 経済の仕事って今までそのモデルをしてきた中で全く関わったことがなかったですし自分自身もそんなに知らないというか深く聞かれたらうん遠い世界という感じだったんですけどイギリスに行った時にやっぱりその私は何をしてきたんだとかあ,あずさは何をしてきたのとかそういうことを本当に若い世代の人に普通に聞かれるんですよね。 であとは、まあ、テロがあったりだとか、はい、宗教だったりだとか、うん、いつもテレビで見ていたすごい遠い世界だったことが、うん、もう身近に感じるようになって、うん、なんかそういった面であの国際経済っていうことに興味を持,って、うん、持つようになっていたので,、うんでまあ、日本に帰ってきてからもそういう番組を見るようになっていましたしそういった面ですごくあの。 ありがたいお話だなと思っているのでる、うん、ちょっとあの勉強したい分野すごいじゃあこうなんか清純派のモデルから今度はスポーツ派のモデルになり今後は経済系のキャスターみたいな道が。はいはいはい なんかねもしかしたらそうでですねできるといいなと、ね、そのうちキャッチフレーズがすごいキャッチフレーズになったりとかしてね <laughs> 本当ですか、ね、でも経済はね <laughs>、はい、あの僕もあの経済学部一応出てるんですけどあそうなんですね全くは、まあ、難しいというか分かってないですよある意味だから山口先生と会って先生の解説を聞いてあそういうことだったのかって分かるぐらいだから。 まあ、ぜひあの番組でも気負わずにですね本当に視聴者目線で「はい、いやこういうことどうなんですか?」とか先生が言った言葉がもし仮にあったとしたら「はい、その言葉は意味分かんないんですけど」とかって言えば「ああなるほどね」って言ってまたそれ分かりやすく解説してくれたりすると思うんでああ本当ですかえであの僕がもうダメダメキャラなんで基本的に。<laughs> そうなんですか <laughs> 本当にも山口先生いつもあの「もう本当ダメだね」って言われてるんで。 ダメダメキャラがいるので、はい、安心してあの望、はい、んでいただければと思います。その次に期待したいと思います。<laughs> よく言うなということで、はい、はい、ではまた最後エンディングでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。 全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に「廉価で楽しい時間と空間を」それがメロワークスのモットーです スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井博明の人話「ひとひとばなし」 はいろいろとね本当とに私が知らない世界のことを聞けてですね、はい、この番組は実は「人人話」って言って、はい、まあ人に関することなら何でもいいって感じなんですけど、はい、やっぱり、ね、さっきも言ったけど僕は54歳で,でも知らないことがやっぱりいっぱいあって<笑><笑>、はい、今日もすごいいろいろと勉強になったし、はいあのね、できればやっぱりマラソンもね <laughs> チャレンジしたいと。 思いますしはいはいはいそんな中ぜひあの番組に出てねいただきたいと思いますんで最後ぜひあの CM の急出しで最後終わっていただきたいですはいわかりましたはいちょうど映ってますこのカメラここにはいじゃあねちょっと待ってもう一巡したらはいあのカメラがぐるっと回りますんで今僕のくだらない顔が映ってますからじゃ僕がはいえっと Q 出しますんではいそしたら CM のね はい、急出しをしていきましょう。はい、では、はい。はい、それでは一旦お知らせです。<laughs> <laughs> ありがとうございました,た。はい、ということで、今日は本当に伊藤あずさん <laughs> ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。